グリンブルクは断交宣言を撤回し、我が国との交流と取引を再開しました。ロラン殿は見事約束を果たしましたな。しかも王との戦いでは我が軍にほとんど被害を出さずに、エスフロストに大きな損失を与えた。申し分のない結果だ。我々が与えた魔力結晶エルフリックあってこその戦果ではあります。しかし勝利をつかみ取ったのはセレノア殿率いるウォルフォード家の実力です。珍しいですね、エグスラム殿がそこまで褒めるとは。事実を言ったまで。セレノア殿をグリンブルクの手札にしておくのは危険だ。私も同じ意見です。七聖人である以上我らの元に取り込むべきでしょう。もちろんそのつもりです。教皇もセレノア殿には期待をされている。彼を完全に取り込めばウォルフォート領もハイサンドのものになることですしね。ロラン殿が手放す前、簡単にはいかないと思いますが。でしょうね。しかしロラン殿には大きな貸しがある。さらにグリンブルクの復興を支援しましょう。ロラン殿がイナと言えなくなるほど手厚くね。さすがイドウ殿だ。グリンブルクごと傘下に収めるおつもりか。女神の教えと慈悲を広めるだけですよ。もちろんいずれはエスフロストにもノゼリアにあまねく女神の加護があるように。それが潮の女神、そして我らが教皇の願いなのですから。これで全部か。はい、ノゼリア新鉱山からの運び出しは一旦これで切り上げです。今頃新鉱山に残った兵たちが仕上げの作戦を行っているはずです。わしは何も知らされておらん。お前たちが何を運んでいるのかさえな。それは全てグスタドルフ総帥のご指示で。分かっておる。そう怯えるな。聞いているだろうが、わしは総帥から召喚を受けた。この要塞での任務もおそらく最後だ。最後の客としてキコーラをねぎらいたい。受けてくれるな。お気持ちはありがたいのですが、急ぐよう総帥に言われておりますゆえ。スバローブのもてなしなど受けるな。それもグスタドルフの命令か。いえ、そのような命令は決して。ではお言葉に甘えさせていただきます。ご案内します。どうぞこちらへ。これほど大量に運び込んだ本当に鉄鉱石かどうか、新鉱山からの積み荷改めさせてもらうぞ。
残っていたのはこいつらだけか。そんなはずはありません。偵察した時にはもっと多くの兵がいました。以前に来た時より採掘が進んでいますね。敵はもっと奥にいるのでは。おそらくそうでしょう。しかし問題はこの複雑な地形だ。うん、どこから奇襲を受けるかわからない。セレノワ様、まず付近の行動をよく調べてから進むべきです。わかった。気配を消して周囲を探ろう。
ベネディクト、あちこちに置かれているのは爆裂ガンだな。はい、ドラガン殿が作った岩盤を砕く道具です。魔力結晶ほど破壊力はありませんが、扱いがたやすく、同時に爆発させることで威力を調整できるそうです。物騒だな。若、目についたものは回収しておきます。ああ、そうしてくれ。爆裂岩があることに不思議はない。だが、置かれていた場所がおかしくはないか。そうですよね。危険なものだから、きちんと保管しないといけないはず。仕掛けるとしても、本来は坑道の奥で使うものですよね。なのに、坑道全体に配置されていた。これでは。もし連鎖して爆発すれば、坑道全体が崩れ落ちるでしょう。やはり意図的なものか。仕掛けたのは侵入者発見、迎え撃て。エスフロスト軍。エスフロストの狙いが新鉱山の封鎖だったとは。奥に行かせるわけにはいかん。皆殺しにしろ。しかし隊長、こいつらはオルフォート家です。分かっている。簡単に勝てる相手ではない。だがこちらには爆裂岩がある。これと我らの命を使えば負けはしない。全てはエスクロストのため、ハイサンドの支配を終わらせるためだ。我らもろとも鉱山を封鎖する。全員覚悟を決めろ。まさかこいつら自分たちごと行動を吹き飛ばすつもりなのか。まったくイカれた奴らだ。だが逃げるわけにもいかねえ。俺が役に立つ男だってことをウォルホートの旦那に見せなきゃならないからな。頼むぞトラビス。お任せください。Thank you.
よいな。我らに与えられた命令はこの鉱山を封鎖することだ。命に代えても奴らを生きて返すな。鉱山もろとも爆裂岩で吹き飛ばしてやれ。爆裂岩を使われてはひとたまりもない。敵は決死の覚悟で来る。侮るなよ。ったく、親からもらった命を何だと思ってんだ。そういうバカタレにはお仕置きが必要だな。勝利への糸口はこの策ならば。仕事の時間です。捕まえて。止めます。光を奪えば。しまった。他の者も続け。爆裂岩を使って鉱山を封鎖するんだ。まずい。早くあの爆裂岩を止めるんだ。ウォルホートの名にかけて。天より狙い撃つ。やった。皆を導くために。よっしゃ、行くか。いつは痛えぞ。バカな。冷静に行きましょう。この地形であれば。
最善の手を。出番だな。やっ、見たか。いける。もらった。止めます。抜いてみせる。この距離なら。はっ。ウォルホートの名にかけて。私のできることを、争いを収めるために、やってみます。どう攻めるか。守りを固めましょう。行けそうだ。参ります。苦しみは満たすか。出番だな。隙だらけです。どこへ飛びましょうか。
ライサ、今だ。どこから攻めるか。回復はお任せを。早瀬で崩します。腕が鳴るぜ。故郷で待つ家族のためだ。この任務必ず成功させなければ。増援か。みんな気を緩めるな。終わらせましょう。勝利への糸口は。戦況を変えましょう。やってみます。苦しみは。さあ、行きます。集中。楽にはさせない。出番だな。この技ならば。良き采配です。負けられない。私に任せておけ。貴様のお通りだ。嬉しいです。これで戦います。まさか。
冷静に行きましょう。速さを付与します。嬉しいです。学んだ力、今こそ。焼き尽くします。腕が鳴るぜ。この地形であれば火だらけです。勝利への糸口は戦況を変えましょう。見切りました。仕事の時間です。片付けます。今こそ手応えを感じます。耐えられ効果的です。どこへ飛びましょうか。抜いてみせる。この距離ならこの身が果てる。その日まで行くぞ。負けられない。行きますか。速さを付与します。おりゃいい。オラビス様のお通りだ。学んだ力、今こそ。見切りました。申し訳。俺が相手だ。勝利のためにやってみます。はっ、うまくいきました。情けは禁物です。この策ならば。いや、行くぞ。この技ならば。やった。仕留めます。ホートメ、手強い。ここを封鎖せねば我々に帰る場所はないぞ。
また新手だ。みんな爆裂眼を使われる前に排除しろ。負けられない。逃さない。見たか。お手伝いします。俺は困難から逃げない。行きます。そうだめ。ガイさん、悪く思うなよ。どこから攻めるか。終わりだ。学んだ力、今こそ。やっ、正しいと思える世のために。この盾が破れるかな。最善の手を。ここやはりそうでした。ウォルホート家の未来のために。さあ行こう。はあ、手応えあり。よっしゃ行くか。噛んでろ。仕留めます。
った。回復はお任せを。おい、こら。またやりやがったな。逆転の手は。狙い通りです。これは新たな発見。やってくれるな。少し苦しいです。力になります。一緒やるか。どう攻めるか。この盾が破れるかな。俺が盾になる。戦場は俺の庭だ。俺の番ってわけか。手ぶらじゃ帰れねえんでな。私もこれなら勝てます。よっしゃ、仕留めます。楽にはさせない。負けられない。受けてみよう。やった。私のできることを。傷を癒して。助かった。成長を感じます。やりやがった。どうする。逃さん。ガラキだ。まだ立てますが。最善の手を。終わりです。ガラキだ。大した傷じゃねえ。どこからでも来い。止めます。楽にはさせない。俺の番ってわけか。負けられない。天より狙い撃つ。冷静に行きましょう。なければ助かる。だからまだ立てますが、あなたを守ります。出番だな。ここだ。いける。運がなかったですね。最善の手を。終わりです。定石に従ったので。運がなかったですね。仕留めます。楽にはさせない。オラビス様のお通りだ。俺が相手だ。当たるかよ。当たる。やりやがったな。ウォルホートの名にかけて。
受けてみよう。やった、行きますか。甘く見ましたね。よし、エスフロスト兵は全て排除した。ヒヤヒヤさせやがってよ。奴ら一体何を考えてやがる。これで新鉱山は取り戻した。しかし、なぜそこまでエスフロストは必死に。危ないところだった。まさか自分たちごと行動を爆破しようとするとは。今のエスフロスト兵たちの行動は異常です。自爆などすれば守るべき拠点すら壊れてしまう。こんな作戦はありえません。ありえないことをエスフロストは行った。そうまでして渡したくないものがあるのだろう。この行動の奥に。奥に行ってみよう。これは鉄鉱石じゃない。この薄紅色の塊は塩だ。いや、塩でできた岩、岩塩だ。ノゼリアの地の底には岩と化した塩が眠っている。母様が書き残したローゼル族の伝承は本当だった。ノゼリア新鉱山は岩塩の鉱脈、岩塩鉱床だったのか。これでエスフロストがハイサンドと断交できた説明もつく。ええ、掘り出した岩塩があればハイサンドから塩を得なくても戦えるものね。でもグスタドルフはいつこの事実を知ったのでしょうか。新鉱山の責任者はドラガン殿だった。しかしドラガン殿は突然エスフロスト兵に襲撃され暗殺されてしまった。グスタドルフはそれをグリンブルクの仕業として信仰し、新鉱山を手に入れた。これらを考え合わせれば、おそらく岩塩を発見したのはドラガン殿。しかしグスタドルフとドラガン殿の間で岩塩の扱いをめぐって対立があったのでしょう。だからグスタドルフは岩塩を我が物にするためにドラガンを殺し、グリンブルクごと鉱山を制圧した。そういうことか。この鉱山を奪い返したのは正解でしたな。すでにかなりの量の岩塩をエスフロスト本国に運び出したようですが、それもいずれは尽きる。ああ、ここさえ守り抜けばエスフロストを確実に屈服させることができるだろう。しかしエスフロストが別の岩塩鉱床を発掘する可能性もあるのでは。ローゼル族の伝承によればその可能性は否定できません。しかしノゼリア新鉱山は3つの国が協力してようやく開けたのです。岩塩が同じような場所にあるならエスフロストだけでは簡単に採掘はできないでしょう。ならば奴らが新たな岩塩を見つける前に攻め込んで叩くまでだ。ことはエスフロストだけの問題ではありません。岩塩の存在はハイサンドの根幹をも揺るがします。塩は女神に従う信徒のみに与えられた女神の加護である。それがハイサンドが塩湖と塩を独占する根拠としている女神教の教義です。でも塩湖以外にも岩塩という塩がある。女神教の教えは間違っているということになります。ええ、ハイサンドの力の源である塩湖と女神の権威、その2つが崩れるでしょうね。
ローゼル族の伝承が真実だということも証明できます。真実を明らかにすれば縁故のローゼル族を解放することだって。つまり我々はノゼリアの未来を左右する力を手に入れたということだな。これからどうするべきか慎重に話し合う必要があります。そうだな、一旦オートに戻ろう。ヒューエット、オートに伝令を出し、この周囲に王国軍を配置させろ。誰一人新鉱山に近づけさせるな。はい。おじいさんが探していたのはこれだったのね。新鉱山の封鎖作戦は失敗したか。オルホーテ家が邪魔をしたようです。すでにグリンブルク軍が鉱山周辺を固めています。奪還は難しいかと。岩塩に気づかれた。ウォルフォート、余計なことを。分かった、我が軍の集結を急がせろ。はっ。ようやく召喚に応じたか、スバローが。密かに大金砲を作っていたことは言い訳しない。好きに処罰するがいい。できるものならな。随分強気だな。ノゼリア新鉱山からの積み荷を見たぞ。岩塩に気づいたか。ハケ、グスタドル、お前は何を企んでいる。手に入れた岩塩を使ってハイサンドを倒す。わずかな塩による支配を終わらせ、全ての民が自由に暮らせるノゼリアを作るのだ。貴様の言う自由とは、強き者が弱き者を食らう世ではないのか。否定はしない。だが少なくとも得体の知れぬ女神に支配されて生きるよりは人間らしいだろう。人には己が力を試し戦う自由が。お自由が私に対しているようだ。岩塩の存在をいつ知った。可能性は随分前から大書院の古い記録を読んだ。太古の知識も捨てたものではない。ドラガンも大書院で学んで爆裂岩を完成させたのだ。そのドラガンを殺したのは前だな。言いがかりはやめてもらおう。言いがかりなものか。ノゼリア新鉱山を指揮していたのはドラガン。先に岩塩に気づいたのはドラガンのはず。貴様はそれを我が物にするためにドラガンを襲い殺したのだ。のみならず、その死を利用してグリンブルクを攻めた。違うか。たくましい想像力だが間違っている。叔父上、あなたの息子は実に野心家だった。どういう意味だ。認めよう、確かに岩塩を発見したのはドラガンだ。だがそれを私に伝えたのは他でもないドラガン自身なのだ。岩塩を渡す代わりに自分をエスフロストの最小にしろと。それだけではない。あの男は同時にグリンブルクとも交渉していた。大臣の座を用意すれば岩塩を渡すとな。ドラガンは母国と敵国を天秤にかけていたのだ。何を言う。男は許さんぞ。ドラガンの野心の強さは
貴様が一番知っているはずだ。叔父上、今は身内で争っている場合ではない。岩塩の存在はグリンブルクに知られた。アイサンドが気づくのも時間の問題だろう。奴らの動きに対抗せねばならん。わしにどうしろと？大金砲の仕上げに手間取っている。あれを完成させてもらいたい。さすれば最小の地位を与えよう。亡き息子の望みを叔父上が叶えるのだ。分かった。急げ、間もなく戦争が始まる。生き残った者がノゼリアの覇者となる最後の戦争だ。